長年女優として活躍を続けている麻生由美さん。昔はマドンナ的存在でグラビアなどにも登場し人気を博していました。そんな彼女も50代後半という年齢になりましたが、現在もスタイルと美貌をキープしています。美の秘訣は一体何なのでしょうか。今回は麻生さんの結婚、離婚歴、そして経歴とともにご紹介していきます。麻生由美さんのプロフィール。麻生由美さんは大阪府泉佐野市で生まれ、幼稚園から高校までは長崎県長崎市の学校に通っていました。また叔母は元歌手の奥村千代さんです。長崎県立長崎西高等学校を卒業後に青山学院大学に進学。青山学院大学在学中の1983年に映画あいつとララバイに五木由美子名義でデビュー。その後1984年10月、芸名を麻生由美に改名し、雑誌などのグラビアデビュー後、バラエティ番組オールナイトフジの司会を務め注目されました。1985年には金棒水着キャンペーンガールに選ばれ、人気に拍車をかけ、ドリフ大爆笑のコントや武蔵坊弁慶、男女七人履物語などのテレビドラマにも出演し、役者としての知名度を上げ、1988年にはトレンディドラマ君が嘘をついたでヒロインを務めるなど、1980年代末から1990年代初頭にかけ活躍されました。20代終盤には米国留学を思い立って芸能活動を休止。大学に1年間留学してサイエンス&テクノロジーを専攻しました。2012年1月には泉佐野市の観光大使にも就任。2022年8月末には伊沢オフィスとの所属契約を終了し独立されています。離婚の原因は女性問題？麻生さんは41歳の2004年3月に結婚しました。結婚相手は俳優の長澤俊也さんです。お二人は2001年に NHK 連続テレビ小説ほんまもんで共演し出会いました。長澤さんは俳優になる以前は美容師の見習いとして働き、その後ニューヨークでモデルとして活動をしていました。1992年に映画郷姫で俳優デビューし、デビュー作で日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞しています。ほんまもんで共演したお二人は交際に発展し、結婚と同時に妊娠6ヶ月であることを公表。いわゆるできちゃった婚でした。同年長男を出産した麻生さんでしたが、41歳での出産ということで、当時では珍しい高齢出産と話題になりました。しかし、結婚から2年後の2006年には、週刊誌で別居が報じられ、4年後の2008年には離婚が成立しました。離婚理由は諸説ありますが、性格の不一致が原因の一つと言われています。長澤さんは家族と過ごす時間よりも友人や知人との時間を大切にしたい考えで、家事・育児は麻生さんに任せっきりで、夜は家に帰らず一人でも飲み歩くことが多かったようです。一方の麻生さんは出産後は仕事を一切せずに育児と家事に専念していました。結果、すれ違いが生じていったのではないでしょうか。また離婚原因として長澤さんの女性問題もあったのではと噂されています。実は2005年に長澤さんは大阪で若い女性とのデート現場が目撃されています。離婚後、息子の親権は麻生さんが持ち、慰謝料や養育費は一切受け取っていないようです。美しさを保つ秘訣とは。現在59歳の麻生さんですが、もうすぐ60歳とは思えない美貌とスリムな体型が話題になっています。
そんな彼女が以前自身の美容法とダイエット法について明かしていました。その美容法とは、朝起きてすぐに食事30分前に豆乳を飲むことだそうです。大豆には抗酸化作用があり、肌や髪を美しく保つ効果のほか、食べ過ぎ防止にもなるそうです。もともと豆類が好きだということで、玄米と豆を混ぜた炊き込みご飯を作って食べるなど、食生活に注意しているといいます。また運動も欠かさず、加圧トレーニングを行っているそうです。加圧トレーニングは一時期ブームになりましたが、チューブのベルトを足や腕などに巻きつけて圧をかけ、血流を制限することで血行促進効果が期待でき、ハードなトレーニングではなくても短時間で効果を得ることができる効率的な運動方法です。麻生さんは加圧トレーニングを始めてから体脂肪がぐんぐん減って、肌もきれいになり、むくむこともなくなったと語っています。麻生さんはこの加圧トレーニングジムには5日おきに通い、忙しくてトレーニングに行けないときはチューブを持ち歩いて手先でトレーニングをしているそうです。その他ランニングやリンパマッサージ、針に通ったり、間食はお菓子ではなくおにぎりを食べ、飲み物は基本ホットルイボスティー、さらに漢方薬を飲むなど、常日頃から美容と健康に気を使っています。美しさをキープできているのは日頃の努力の賜物なのですね。いかがだったでしょうか。現在も数多くのドラマで重要な役どころを演じ、第一線で活躍されている麻生由美さん。年を重ねるほどますます魅力が増していく女優さんですね。これからもその演技力で私たちを楽しませてほしいです。応援しています。